こんにちは。20時間ライブにご参加中の皆様。山口陸さん、吉谷さん、そして番組をご覧の全ての皆様。広島の久保です。というね、こんなくだりだったかな。で、始まった私の20時間ライブ、その他フォローアップライブなんですけども、まあ私はね、あのライブを通じていかに有名になるか <laughs>、ということを一点集中してましたね。自分の商品もない、コンテンツもない、何もやることがない、実績がない、単なる麻雀店の親父が、どうやってね、その、 情報発信によって自分の優位性を築いていくかというとすでに発信しているそして発信している人を見ている購入者がいるこの関係の中に同じ購入者の立場でありながら発信者の方にいくらね取り上げられるかっていうところが私の狙い目だったわけですけどもまあまあとうまくいったなと当時ああやったライブに参加していただいた方とかあのスマホアプリビジネスですかあそこに 購入して儲けようと思って参加した方は今頃何やってるんですかね多分私が当時の位置的に最も不利なところにいたはずなんですよ地方の麻雀店の親父しかも吹けば飛ぶような赤字店舗というねまあだから何もないからこそ捨てることができたのかもしれないですよね人ってのは何も持っていない時にたくさんのものを持っていると勘違いするんですけどもたくさんのものを持っていても それはわずかなものだとこれから自分が得るためには捨てても全く惜しいものではないっていうふうに考えられたら強いのかなと思うんですよ。まあ、ですんでね何かこう何を守っているのかなってことを考えた時にその不自由な暮らしを守っているんですかっていうふうな問いかけになってくるんですよね。その不自自由由なな暮らししをまあ慎重にに守るために新しい世界自由な世界界 金銭的に豊かなな世界を否定し続けている妙な話ですよね今の暮らしが嫌だからと思ってネットの世界に来ようとしてるのに今の暮らしを守るがゆえにネットの世界に入り込めないっていうねまさに片足すら突っ込んでない状態かなと思うんですよ。家に片足突っ込むと言いますけどもやっぱりある意味ね生まれ変わろうと思ったら家に両足でとと突っ込まないと、ね、それは生まれ変われないんじゃないですか 半死半生って言葉がありますけども半分死んで半分生きてるみたいなね、うん、でも本来ならこうなりたいんだけどなぁと思いながらそうならないってことはこれ生きてるると言えるんでしょうかもちろんビジネスマンとととしててて生きてるる言えるのかなってことですよ人間としては立派なね責任を背負って社会の中で揉まれていく大切なことだと思うんですよでも実際自分の代わりに自分を生きてくれる人っていないわけじゃないですか でも今あなたがお勤めの会社あなたが辞めてもあなたの代わりにやってくれる人はいくらでもいますどうでしょうかあなたの代わりは誰もできないここにねもう一回気持ちを新たにしていただきたいと思います私のマージャン店はつぼりましたけども私のマージャン店がなくなったら従業員は他のマージャン店に移ってそしてお客さんは他のマージャン店で楽しんでまるで私のお店なんてなかったかのように今でもしっかりと暮らしを維持してますよいいじゃないですかねえ 私がやらなくても、誰かができるそれは誰かに任しておけばいいでも私にしかできないこと変わりがいないものに関しましては自分がそこから逃れることはできないと思いますその最たるものが自分の人生です誰も変わってくれません俺の人生時給1000円で変わってくれる誰もやってくれませんねいってらっしゃい